ご視聴ありがとうございます。今回は大手私鉄最強の大規模投資に迫ります。25年前に始まった施策の歴史、そして安全性と利便性を高める技術を解説します。なんだか奇妙なホームドア、その秘密にも注目です。今回の内容がこちら。チャプターも参考にしてください。私が今乗っているのは、東急田園都市線の下り列車です。この路線は、渋谷駅から神奈川県の中央林間駅までを結ぶ、全長 31.5 キロの路線。東急では後の方にできた路線でありながら、最も路線延長が長く、輸送人員が1日平均約108万人と、東急最多を誇ります。次の駅が、宮前平。2022年度の乗降客数は、1日平均で4万3000人ほど。田園都市線の27駅で16番目とやや少ない方で、各駅停車だけが止まります。なお、駅ナンバリングは DT13 で、27駅ある田園都市線のおおむね真ん中です。線路は下り坂がおおむね平坦になる場所にあります。そしてこの駅、なんだか奇妙なことにお気づきでしょうか。そう、ホームドアが線路から妙に遠いのです。ホームに降ります。この駅のホームドアは、ホームの端からかなり引っ込んだ場所にあります。国内の鉄道のホームドアは、通常ホームの端に設けられるのが一般的です。その方がホームドアと車両の間に人や物が取り残されるリスクが減らせますし、何よりホームの幅を有効に使えます。新幹線ではかつて、通過列車がある新神戸駅で、風圧を避けるためにホームドアを引っ込めていたことがありましたが、この駅はそれとは違います。田園都市線の各駅で、ホームの端から離れた場所にホームドアがあるのは、この駅だけです。一方、ドアが閉まる時の動き自体は他の駅のものと同じです。改めて見てもホームドアを引っ込めないといけないような理由はなさそうです。下り準急列車が通過です。結構スピードが出ているように見えますが、通過速度は時速およそ90キロで、最高時速110キロの田園都市線ではトップスピードとは言えないレベルです。また時速110キロで駅を通過する区間は他に複数あり、途中駅のホームドアはホームの端ギリギリにあります。上りホームへ移動です。田園都市線ではそれほど多くない乗降客数ですが、ホームが狭いために朝ラッシュの混雑がひどく、通路スペースのマーキングがあります。そして上りホームのホームドアも同じく内側に寄っています。ドアの線路側に貼られたこのステッカーは、他の駅では見慣れないものです。日中1時間あたり15本ある列車のうち、この駅に止まる各駅停車は6本だけです。風圧の影響を抑えられるのはいいですが、10分間にホームに集まる乗客も多く、ホームの狭さによる弊害の方が大きいようにも見えます。そしてこの不思議なホームドアができた事情は、今の光景からはすでにわからなくなっています。宮前平駅のホームドアが設置されたのは、2015年。10月に下りホーム、同年12月に上りホームで稼働しています。そして田園都市線のホームドア設置はこの駅が最初。ホームの端から離れた位置は、ある課題への対応です。それが、当時田園都市線の5000系に連結されていた、6ドア車です。田園都市線の他の車両は1両あたり4カ所のドアなのに対し、それより2カ所多いこの車両は、混雑緩和の切り札として、2005年に導入されたものです。当初、渋谷駅の階段エスカレーターの位置の関係で、特に混雑が激しい5号車と8号車に連結され、その後もう1両追加、10両中3両が6号車になりました。この車両は朝は座席を収納して運行され、乗降時間短縮と定員増加に貢献しています。ところがその後、田園都市線各駅へのホームドアの設置が決まると、この6号車が問題になります。3両が4両である車両も多く、車両によってドアの数がバラバラだったからです。今ではドア位置や数の異なる車両に対応したホームドアもありますが、当時はそこまで技術が発展しておらず、6同車を4同車に戻すことになりました。ところが、当時6同車は45両もあり、入れ替えには時間がかかります。ホームドアを早めに設置するため、ホームドアを車体から離し、ドア位置が違っても問題にならないようにしたのです。なお、宮前平駅では、19年4月にエスカレーターが新設されています。元の階段はそのままに、上下方向のエスカレーターを新設するという大規模な投資は、ホーム幅が狭くなったことも関係しているのでしょうか。一方、この駅のホームドアは、車両との距離が遠くて乗り降りに時間がかかるため、かつては車両が止まる前に開いていました。また、ホームドアが閉まる前に列車が動き出していたこともありますが、今ではそうした運用はなくなっています。6号車の置き換えは、宮前平駅にホームドアが設置された翌月、16年1月に始まり、17年5月に完了。せっかく作った6号車ですが、他に使い道もなかったため、全車廃車になっています。この駅で、ホーム幅が狭くなって混雑が悪化すること、車体とホームドアが遠いせいで停車時間が延びるデメリットが顕在化しました。首都圏有数の混雑路線である田園都市線では無視できず、他の駅のホームドアは4号車への統一後に整備され、この形態のホームドアは宮前平駅だけとなっています。一方、他の路線では、池上線で98年にセンサー付き固定式ホーム柵が設置されました。センサーで障害物を検知して警告を出したり、列車を非常停止させる機能があります。もともと同じ路線だった目黒線と玉川線のうち、目黒線には路線が分離された2000年にホームドアが、玉川線には固定式ホーム柵が設置されました。東横線、大井町線、田園都市線でのホームドア整備も進み、2020年3月、大井町線等々力駅でホームドアが稼働したことで、東急全線でホームドアまたは固定式ホーム柵が稼働しています。国内の大手私鉄で全ての駅にこれらが設置されているのは、今のところ東急だけです。なお、こどもの国線は東急が運行を受託しているのみであること、世田谷線は路面電車タイプの路線なので、これらの施策の対象外です。一方、固定式ホーム柵は、線路への転落を完全に防げるわけではありません。東急では、池上線の五反田駅にある固定式ホーム柵を、一般的なホームドアに更新することを明らかにしています。24年度末の完了を目指して設計を進めており、今後池上玉川両線に波及することが見込まれます。鉄道会社により、駅数や路線の特性の違いがあるのは確かですが、大規模投資を伴う施策では、一歩先を行っています。話は変わりますが、駅の改札でクレカのタッチ決済を可能にするなど、利便性向上への投資も進んでいます。去年8月に実証実験を行い、各駅に導入予定です。改札機でのタッチ決済を導入するには、事業者が手数料を負担することになりますが、トータルではコスト削減効果があると見ています。同じくクレカのタッチ決済を導入した福岡市交通局では、外国人観光客による交通系 IC カードの短期間の利用が課題になっていました。返却された IC カードは使い回せないので、1枚500円を超える発行コストがかかり、これではとても儲かりません。クレカ決済はこうしたコストを減らせる一方、福岡市交通局では、クレカのタッチ決済導入に合わせ、運賃の上限を640円とすることにしています。これは1日乗車券が640円だからであり、券売機で1日乗車券をわざわざ購入せずとも、機械が請求額に上限を設けてくれます。ただし、直通先の JR 筑肥線ではタッチ決済は使えないほか、他の路線からの乗り継ぎ割引は適用外です。東急も同じで、直通路線との連携には課題もあります。一方、東急では、昨年12月から QR コードを活用した乗車サービスの実証実験を始めています。1月には大半の駅で使えるようになり、専用サイトで事前に買えば、券売機や窓口に並ばずに乗車券が買えます。また、値段も普通に買うより安かったり、専用サイト限定の切符もあります。これで窓口や券売機の利用が減れば、人件費などの各種コストを削減でき、人手不足にも対応できます。券売機を減らして余ったスペースで、別の収益を上げることもできそうです。国内では、QR コードを使った切符で乗れる路線もありますが、これは時期式よりコストが安いために普及したもので、東急の施策は意味合いが違います。一方、安全対策の過程で姿を消したものがあります。それが、駅構内のゴミ箱です。東急では、ペットボトルなどを捨てるためのものを除き、駅構内にゴミ箱がありません。これは2004年、スペインでの列車同時爆破テロ事件をきっかけに、ゴミ箱が撤去されたからです。同じ時期にゴミ箱を撤去した会社のうち、東京メトロでは翌年に窓付きタイプに変更して再設置しましたが、東急では再設置せずに今に至っています。なお、東京メトロではおととし1月にゴミ箱を撤去し、それに続く事業者が現れました。駅構内で売店を運営している中、ゴミ箱を置かないというのは不便ですが、過去にはゴミ箱に不審物が捨てられていたこともあるなど、テロの温床になりやすいだけに難しい問題です。そして安全対策で肝心なのが、駅構内、そして列車内の防犯カメラです。21年12月、鉄道を所管する国土交通省は、京王線での車内障害事件を受けた対策を発表しました。そこには、車両の振動時や大規模改修時における防犯カメラの設置が盛り込まれています。JR 東日本や大手私鉄では、この施策が発表される前から、防犯カメラの設置を進めていました。首都圏で防犯カメラ投入率 100% の会社の一つが、数千両の車両を有する JR 東日本です。特に埼京線の車両では、一部の車両の窓に防犯カメラが作動していることを示すステッカーがあります。この車両の防犯カメラには、蛍光灯一体型のものと、独立型の2つがあります。そして東急も車両のカメラ搭載率 100% を誇っており、2020年夏までに全車両への搭載が完了しています。そして、東急の防犯カメラ設置を加速させた技術が、最初に私が乗っていた車両にも搭載されています。この車両は、田園都市線と直通する東京メトロや東武鉄道で運用されている2020系です。先ほど見た JR の車両と同じく蛍光灯と一体化したタイプの防犯カメラです。ただし、器具が少々大きいように見えます。そして、点滅するランプ。この器具こそ、東急で防犯カメラの設置を加速させた大事な機器です。実は東急では、2015年3月に車内防犯カメラの設置を開始した一方、思うように導入が進みませんでした。導入開始から4年が経っても、3分の1程度の編成にしか設置できていませんでした。後付けカメラの場合、本体工事に加えて配線工事などが必要になり、工事期間が長期化するのが理由であり、東急の場合、1両あたり2週間かかっていたそうです。一方、蛍光灯一体型の場合、配線工事を大幅に減らせるため工事が容易になり、コストが下がるだけでなく、設置期間も短縮できるため、運用に及ぼす影響を抑えることができます。蛍光灯一体型のカメラ自体は珍しいものではありませんが、この防犯カメラの特徴は、機器本体で点滅しているライトにあります。従来型の機器では、映像は機器内の記憶媒体に蓄積され、映像が必要な時は車両から直接取り出す必要があります。他車線との直通も活発な東急。映像が必要になった時、車両が自社線の車庫にいないことも多いです。田園都市線であれば、東武鉄道の南栗橋、東横線なら森林公園など、遠くに行く必要があります。一方、このカメラは 4G 通信機能を搭載しており、映像を遠隔、ほぼリアルタイムで読み出せます。これは2018年に設立された会社が開発した製品で、22年夏には後継モデルが登場。AI が車内の状況を検知し、自動的に指令に通報する仕組みや、カメラから車内に呼びかける機能もあります。AI が検知する対象として、複数の乗客が同じ方向を見る、同じ方向に走る、叫び声が聞こえるなど、通常の車内では起こり得ない状況が対象となるそうです。東急ではこれによって防犯カメラの設置が飛躍的に進み、わずか1年4ヶ月で残りの車両への導入が完了しています。路線ごとに車両の数が違うので、編成数だけの比較には注意が必要ですが、驚異的なペースなのがわかります。その後他にも導入する会社が現れ、広がりを見せています。他にも温度や湿度などのセンサーがあり、防犯カメラにとどまらない活用もできそうです。安全性と利便性向上の施策。次は何が出てくるでしょうか。ご視聴ありがとうございました。